はい、それではやっていきましょう。今回お話ししたいのは、その営業力っていうところですね。その営業、まあトークみたいな、まあその外回りの営業でもいいし、そんなことについてちょっとお話ししたいと思います。で、まず営業っていうのは、まあ大体さっき言った外回りの営業と、あとはそのお客さんが店に来てくれた時のその営業っていう、その商品の説明とか、その営業トークみたいな、そういったところについてお話したいと思います。で、まず外回りの営業っていうのが、まあ結局うちの店が、例えば花束が3000円でこんな地域だったら配達しますよとか、そういったことをもし営業するとしたら、大体その会社 B2B っていう、まあ会社対会社っていう感じでこう営業をするっていう感じで、もう一つはそのお客さんが来てくれた時、その消費者に対して B2C で大体こう営業するパターンの、この二つになると思うんですけど、でまず営業、その外回りの営業っていうのが、そのまあ、例えばその全国に花束アレンジ、その鉢植えを送れますっていうようなことであるとか、花束とかその注文もらったら御社まで、あのいついつまでに注文もらったら配送します、持っていきますみたいな感じで、例えばその車で5分のところの、まあその会社に営業を回ると。で、これをするときに、営業のトークと、あともう一つはこの商品力。この二つで、例えば、じゃあお宅に頼もうとか、こう決まったりすると思うんですよね。うちは提携先があるから、もしくは、いや、決まってないけど、お宅とはちょっと取引はしないよって言われるパターン。で、それが、その、元々の商品力。例えば他と違う、うちはこんなサービスがありますっていうような、商品がもともと強いから営業はちょっとするだけですぐ食いついてくるパターンで、もしくはこの商品はそんなにめっちゃこうよそと似たり寄ったりなんやけど、この営業トークがめちゃくちゃすごいから、じゃあもう君に任せるわみたいな、君に直接言うから携帯番号を教えてくれよみたいな感じの、そういうパターンで、これ営業の力っていうのはそのトーク、話術にかかってると思うんですよね。そうで、よく最近動画であるのが、そのボールペン、こういうボールペンをその1万円でこう売ってみろみたいな。で、水ですね。その、ペットボトルの水を1万円で売ってみろ、みたいな。そういう動画が、まあ、いくつか僕もね、見たことあるんですけど、まあ、結局、そういう1万円のじゃあ、水なんか売れないって。でも、そういう、なんだろう、砂漠で、水、コンビニとかもなく、水が全く手に入らない状態の時に、その水が1万円の価値、ありますかないですかって言った時、ありますよねって。じゃあどこで勝負するんですかって。だからこの営業もそうなんですよ。結局他の花屋さんが営業に行ってるような激戦区だったら、結局全然こう、ああまた来たんかみたいな感じになっちゃうけど、やっぱりそういう地域じゃないところ、その営業とか初めて花屋さんの営業が来たっていうようなところとかだったら、ふんふん、何何って聞く耳を持ってくれるかもしれない。で、そこに商品力と営業力があれば、このボーダーラインが例えば仮に100点を超えれば契約に結びつきますみたいな。じゃあこれ結びつく商品力が80点あったら、残り20点を営業トークでカバーすれば、これ100点に行くんで、これが、契約が結びつくみたいな、契約まで行けるっていう、提携してくれるっていうパターン。
で、これが、商品力が50しかなかったら、営業トークは50上乗せしないと100にならないんで、そこで自分の営業力がどこまでありますかっていうところですね。それが営業力がない人だったら、結局40点しか自分が持ってないのに、商品力が50点だったら90点で行きそうで行かない、届かないっていうところで、結局ああまた考えておくよみたいな、パンフレットだけもらっておくよみたいな感じにこうつながるというか、まあそこで、まあ例えばの話、 A 君が例えばめっちゃ努力して交通費バンバン使いまくって、1日に1万円交通費使ってめっちゃ頑張って営業したけど、行きそうで行かなかった、届かなかったけど、でもめっちゃこう営業はしましたみたいな感じの、例えば A 君がいますと。で、 B 君はまあ普通に頑張って交通費3000円ぐらい使って、まあまあ商品力が50に対して20ぐらいの営業トークで70点で、これもまあうまくいきませんでした。まあこれも1日使って、で、その C 君はもうデスクで何も働かずに、もうデスクでポリポリポテチ食べてましたみたいな、その A 君と B 君と C 君、じゃあ果たして会社に貢献したのは誰でしょうってなった時に、まあ皆さんはもちろん、いや A 君そら頑張ってるから A 君に軍配が上がるよ、まあ B 君もまあまあ頑張ったけど、まあでも普通ぐらいの労力だったら、まあ B 君はちょっと微妙だな。で、 C 君がなんか頑張らずに営業も外回りもせずに、そのままデスクでなんかお菓子食べてたっていうような、でこの3人に対して、まあ会社が評価するのは誰ですかって、これ実は誰でもないんですよね。その会社に利益を貢献できてないんです。もう逆を言えば、経費使ってる A 君が、いや一番、いやお前経費こんだけ使っといて、一件もなんかお客さんとこうなんか契約結べてない、これ何なん、どういうことなんて、注文もらえてないやんって、逆に激詰めされるみたいな。まあ B 君も経費使ってる割に、まあ3000円か、まあそれでも経費使ってるけど結局マネタイズできてないっていうところに、まあ結局じゃあ誰が一番そのまあいいですか悪いですかって、これ結局経費を使ってる、頑張ってるけど経費を使ってる、あんま頑張らなくて経費をちょっとしか使ってない、全然頑張ってなくて経費を全く使ってないっていう、この3パターンあった場合、会社の評価っていうのはマネタイズにつながってないから全員0点なんですよね。あわよくばその経費を使ってない C 君の方が普通になんかこう経費僕使ってませんよみたいな感じで、もしかしたら C 君に軍配が上がる可能性もある。でもいやいや待てよって、そのいや営業に行くだけその会社のインプレッション増えてるやんって、認知されてるやんって思うかもしれないけど、でもここは実際に経営ってまあそんなもんというかこんなもんなんですよね。お金につながらないことをやったとしても全く意味がない、これが答えです。で、じゃあ仮に店にお客さんが来てます。このお客さんが来てくれたことに対して、どうアプローチすれば、営業すれば、この商品を買ってもらえるか。じゃあ、ここのお話をちょっとしたいと思うんですけど、ここに商品力。これね、商品力ってまあ、いくつかあると思うんですよ。まあ、大体こう、点数をつけるならば、その、元々の商品に対しての、まあ、ポテンシャルの高さ。つまり、その、商品の点数プラスアルファで営業の点数、これが100点を上回った時にレジに並んで買ってくれます。で、
これってね、結構微妙なところがあって、もともとの商品、もちろん商品ありきなんですけど、来店してる時点で意外とね、もうお客さんはある程度は買う気で来てますみたいなところもあるんですよね。そう、冷やかしももちろんいるかもしれないけど、じゃあそうなった時に、じゃあどういったシチュエーションで買うかって言った時に、流行ってるからみんなが例えば日々草をうわーってカゴの中入れてたら、その人も日々草が欲しくなりますっていうような、この釣られて買うパターンで、もう一つは安いからうわお買い得だねーって言ってそれを買うパターンで、まあ三つ目が、いやめっちゃ綺麗やねって、いやこれいいねっていう状態で、まあ値段問わず、いや綺麗だねって言って買うパターンで、まあ四つ目が、こんなに品揃えある、どれにしようって言って消去法で、いや私これはあれやけど、でもこれなら手が届きそうだなっていうところで買うパターンで、まあ五つ目ぐらいで多分店員さんに勧められたから、じゃあ買うわっていうパターンで、これで言うと、もう8割型、まあこの5つ言ったうち、もうこの8割、5つ中4つ、この4つのこの8割がもう、そのお客さんがもうここに来た時点である程度買うって決めてますみたいな感じで、ここの残りの20点でこの営業力でこう売れるパターン。じゃあこの営業力っていうのを、例えばそのちょっと相談があるんだけど、ちょっと午前中しか日が当たらないんだけどってなった時に、あ、午前中しか日が当たらないんでしたらこういう商品どうですかってこう説明する。いやでも私こんなんがいいの。いやでもこれはね、お日さんがね、結構一日中当たった方がいい植物なんですよって言った時、あーそっか、んー、じゃあ、じゃあこれは、んー、じゃあこれはってこう言っていった時に、果たして、じゃあその対応、接客をしたからお客さんが、じゃあこれ買うわっていうのに、例えば10分かかりました、15分かかりました、じゃあめっちゃ長くて30分かかりました、まあそっから、いやーうちのアジサイが咲かないんだけど今年咲くかなーっていう相談を受けました、まあそれで30分もしそのお客さんが買うまでにかかったとして、でこのお客さんが例えば380円もしくは480円の商品を1個買ってくれました、ね、これに対して会社は本当にこのスタッフにその接客させてよかったなって思うかどうか。そう。まあ、結果的には1個しか買ってくれなかったけど、いずれこの人はまた常連さんになって買ってくれるっていう、なんかこう将来を見越してであるとか、いろんなもちろんあると思うんですよ。で、まあでも、それをスタッフが言わなくても、もう最初からお客さんが自分で携帯でググったらいいんじゃないってちょっと思ってる。これは僕の別の動画でも言ったんですけど、まあその店員さん、その店員さんがいなくても商品っていうのは実際ね売れます。はっきり言って、まあうちの店は接客しないから、ほとんどそこまで接客しないっていう感じでやってるんで、営業したからどうとか、営業しなかったから売れなかったとか、そんなんは一回も考えたことないし、うちの場合は商品力にも、80点以上も商品力でもう勝負してるところがあるんで、結局それが売れないっていうのが結局何が原因かっていうのをこっち側が追求する。
ね、果たしてじゃあそれはどういったことかって言ったら、例えばこの商品が売れない地域なのか、この商品がこう売れるその旬の時期ではないとか、時期を外してるであるとか、でその時入った生産者の産地に問題があって、例えば、営業初日2日目3日目でどんどん劣化が早いであるとか、そういったことをこう、なんだろう、何がダメでこれが売れなかったのかっていうのを分析するんですよね。そう。絶対に地域性であったり、お店によって強い弱いってあるんですよね。こういったところがしっかりと、やっぱり自分が把握してるのかどうか。うん。そこがやっぱり重要じゃないかなと思うんですよね。で、それが営業したからしなかったからっていうのは、僕はそこまで、お客さんがもう現に店まで来てもらってるのに対して、それで買う買わないはもうお客さんの自由っていうか、そう、接客したから売れたっていうのはプラス本当にもうちょびっとだと思うんですよね。そう、接客しないよりはした方がいいけど、その接客にも経費がかかってるっていうのをやっぱりこう認識しないといけないというか、そう、まあでも、その接客するなとは言わないけど、でもしすぎて結局じゃあこれ買うわって決めてになる、でもそれで満足してるのは逆にスタッフ側、ああやった売れたってなってるけど、経営者側からしたらそれが接客しなくても売れたんじゃないかなっていうところがあるんで、その営業の難しさっていうか、例えば一人で100人を軽くうっすらああだこうだどうだそうだって言いながらその相手するのと、一人に1対1で接客してこれに30分もかけてしまったっていうパターンであるとか、こういったんはあんまり良くないんじゃないかなって、うっすらこうまんべんなくいろんな人にっていう、その困ったところにこう手を差し伸べるぐらいのあれでいけるようなんだったら、まだ100人ぐらいね、1時間にこうさらっと相手できるような感じで、困ったところにちょっと手を差し伸べるぐらいだったら、まだそっちの方がこういいんじゃないかなっていうようなところもあったり、その営業っていうのはもちろん営業トークで売れる場合もあるけど、例えば3万円の胡蝶蘭と2万円のシンビジウム、じゃあお客さんがこれどっちを買った方がいいですかっていうことに対して10分その営業トークをするっていうのは、これはありだと思います。じゃあそれで、じゃあこれをどこどこの会社に周年で送ってくれであるとか、何かその移転祝いで同行してくれであるとか、そんなにつながるようなその金額がでかい場合っていうのはまあいいと思うけど、それがもし金額があまりにも小さすぎる場合に、営業をしすぎて逆に、これこの金額でこの時間に費やしたこれはあかんやろっていうようなことがもしあるんだったら、うん、うん、その辺はまあ考えた方がいいかなっていう、はい、まあ今日はこの営業っていう感じで、で営業とは何かっていうのは、基本的に結果が全てだと思います。その結果が、うん、営業して売上ゼロ円だったら、結局営業してないのと一緒。で、こう、きつい言い方かもしれないけど、そうなっちゃうっていうか、うん、結果が全て。うん、だから、その、外回り行くでも、お客さん接客するでも、営業のトークっていうのは大事。うん。でも大事だけど、やっぱり結果を出してなんぼっていうような、そういうところにつながってくると思います。はい。ということで今日は、まあ、営業トークっていうのを、まあ、お題でちょっとお話ししました。以上です。